はい、皆さんこんばんは、平岡です。今日もサブチャンネル見ていただいてありがとうございます。今日もね、料理やっていきたいんですけども、もうね、すっかりこのチャンネル料理チャンネルみたいになってるんですけども、今日ね、何作っていくかというとですね、パスタを作っていこうかなと思います。結構ね、何人かからパスタ作ってほしいですっていうようなリクエストもあったので、今日はね、結構もうスピードです。もうパッと作ってパッと食べるスピード料理ということで、何のパスタかっていうとですね、今日はトマトとサバのなんかトマトソースパスタみたいなやつをね、作っていきたいなっていうふうに思います。今日のこのパスタ料理は以前友達に教えてもらったレシピなんですけども、かなりね、サクッと作れて美味しいということで、早速ね、作っていきたいというふうに思います。それでは早速いってみましょう。レッツゴー。というわけで今回もね、食材からご紹介するんですけども、今回はこの缶詰のね、ホールトマトを使っていきます。ホールトマトと、でさらにこちらも缶詰のサバの水煮ですね。サバの水煮の缶詰使っていきます。あとはね、大して食材使わないんですけども、ニンニクですね。僕の大好きなニンニク、今日もね、新しいもの買ったんでたくさん入れていきたいと思います。あとね、ちょっと辛さがあった方がいいかなと思って、豆板醤と鷹の爪ね、用意しました。あとは、パスタですね。パスタ買ってきたので、これをちょっと今日は、ね、料理していきたいと思います。そしたらまずね、パスタなんですけども、僕はこの電子レンジを使って茹でる器具を使ってね、茹でていこうと思います。これね、一人暮らしの家とかでね、あったらめちゃめちゃ便利なんですよね。結構一人暮らしの家って僕の家みたいに一口コンロが多いじゃないですか。なのでパスタ茹でてると、こうパスタのソース作れないんでね、そういう時にこういうものがあればめっちゃ便利なんで、これ Amazon でね、本当に1500円とかで買えちゃうんで、ぜひね、これまだ持ってない方はチェックしてみてください。これに今回1人前なので、水をラインのとこまでね、注ぎます。水を入れたらですね、パスタを投入していきます。サラサラっと。でこれを電子レンジでチンするだけですね。はい、レンチンするときはですね、だいたい茹で時間プラス6分とか7分とかね、あの箱に書いてあるので、僕今回パスタの茹で時間が8分だったので、8分プラス4分ということで、12分やっていきたいと思います。スタート。はい、そしたらこの間にもうソース作っていっちゃいます。フライパンに火をかけます。そしたらそこにサバの水煮をね、投入していきます。これサバの水煮とホールトマトが缶詰なので保存が効くんですよね。なのでいつでもこう買っておいて、作りたい時に作れるっていうのがいいのかなと思います。水煮をバッと、はい、よいしょ、投入しました。そしたらちょっとね、こうやって木べらで潰していきつつ、広げていきます。はい、少しほぐせたらここにね、ホールトマトをぶち込んでいきます。これももうね、一缶全部入れちゃってもいい気がする。よし、ポロッとね、入れました。量はね、いつものように適当です。で、あとはこれを混ぜ合わせていくだけです。これでもうね、立派なトマトソースのトマトとサバのね、ソースができるんですよ。よし、そしたらここでちょっとね、香り付けに鷹の爪を2つほどね、入れて辛さをね、加えていきましょう。わ、もうね、これだけでも美味しそう。匂いがね、めちゃめちゃいいパスタソースの匂いがしてきますよ。はい、ある程度温まってきたらですね、ここでニンニクを入れます。ニンニク番長平岡。これはね、ニンニク多分たくさん入れた方がね、美味しいと思うんで、ブチュッとね、入れていきます。結構入りましたよめっちゃ入れちゃった。まあまあまあ、ニンニクはね、入れば入るほど美味しいんで、がっつり入れます。でちょっとね、水分を若干飛ばしつつ、味をね、全体的になじませていきます。もうね、完成ですよ、これ。はい、そしたら最後にね、豆板醤を少しだけ入れて辛さをね、加えていきましょう。この辺はね、まあお好みなんですけども、僕辛い方が好きなんで、これぐらいですね。本当に小さじの半分ぐらいかな。ちょっと隠し味的に豆板醤を入れていきます。よいしょ。はいはい、もうこんな感じでね、ホールのサバとホールのトマト開けて、調味料ちょこちょこっと入れただけでね、めちゃめちゃいい匂いが漂ってきてます。あとはね、ちょっとだけ味が薄いなって感じたら、コンソメを少しだけ加えていきましょう。これはほんとね、ちょっとで味をね、整えるぐらいでサササササッと入れて、もうね、これで味付け OK かなと思います。じゃあここまでできたら一旦火を止めて、パスタがね、茹で上がるの待ちます。さっきね、12分でパスタ設定したんですけども、あの12分経ってないんですよ。本当に混ぜ合わせるだけの数分でこんなね、美味しいソースができました。はい、というわけでね、パスタも茹で上がりました。
取り出して、ちょっとね、水捨てる前にパスタの茹で加減をチェックします。うん、ちょうどいいですね。いい感じ。そしたら、蓋を閉めて湯切り口から湯を切ってパスタを揚げます。よいしょ。おい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 、よしよし。器に出して、そしてさっき作ってあげたパスタソースを上からかけます。ドバッとね、こんな感じで。これね、ホールトマト1個とサバの水煮ね、料理もよるんですけども、全部使うとちょっと多いんですよ。2人前ぐらいできるんで、だいたい半分ぐらいでいいかなと思います。なのでこんな感じで半分だけねかけていきます。これでもうね十分なんで、余った分は冷蔵庫とかに置いて、またね翌日とかに食べてもいいんじゃないでしょうか。で最後にですね、ちょっとアラビアタ風じゃないですけども、ラー油をね数滴垂らして香り付けをねしていきます。ちょっとこのトマトベースのピリ辛パスタみたいな感じですよね。はい、これで完成しました。うまそう。はい、完成したのはねこんな感じです。どうですか、このトマトソースとねサバのこの旨味がぎっしり詰まって、あとラー油とかニンニクのこのスパイシーな香りがめちゃめちゃムンムン漂ってくるんですよ。これはね絶対にうまい。はい、というわけでね、無事パスタできました。もう今日はねめちゃめちゃすぐできました。本当にパスタ茹でる時間が12分だったんですけども、12分の間にねバーッとソース作ったので、もう本当ね調理時間12分、パスタ茹でる時間だけって感じですね。本当に簡単にできるんで、お昼とか忙しい時に作ってもいいんじゃないかなと思います。それではね早速いただいていこうと思います。それじゃあいただきます。もうね匂いだけ、匂いからしてもねめちゃめちゃいいんですよね。もうこれ、この匂いでむしろ美味しくない方が難しいと思うレベルのプンプンの匂い。まあね、ほぼニンニクの匂いなんですけど。なんでまあお昼とか食べるとニンニク注意かもしれないですね。うわー、うまそう。ではいただきます。うん、美味しい美味しい。トマトソース、サバの旨味が効いてて、でニンニクとね鷹の爪とラー油で最後ピリッと締まってる感じで、文句なしですね。これはうまい。うん、いやうまい。ほんとなんかね、お店とかで出てきても全然おかしくなさそうな味なんですよ。で自分で作る時だからあれなんですけども、作ったとも言えないかもしれない。トマトのホールトマト開けて、サバの水に開けてこう炒めて、でちょっと調味料入れね、 あともお好きに調味料パパパッと入れて合わせるだけなんでね、本当に簡単でも美味しい。めちゃめちゃ美味しいです。これ今回ね、サバの水煮で作ったんですけども、例えばオイルサーディンとかにやるとね、もうちょっとまた味が変わって和風っぽい味になったりとかするんじゃないかなと思って、いろんなねアレンジも楽しみやすそうな、レシピかなというふうに思います。最近ねちょっと僕のこの料理動画見てると分かるかもしれないですけども、僕ね結構よく食べるというかね、結構いっぱい食べちゃうんですよ、美味しいものとか。なのでちょっとねお腹がちょっと崖の上のポニョになってきて、さすがにねもう30超えてるんで、まあ、30歳なんでね今ちょっとお腹とか気をつけなきゃいけないなと思って、最近プチ減量中なんですよ。で僕のダイエット方法はもう1食だけ、昼か夜1食をどちらか、まあ、ちょっとこうカロリー抑えめというかね、あの健康に気をつけたご飯にするっていう風なダイエット方法にしようかなと思って、なんで今日夜はね普通にこれパスタ食べたんで、お昼はね今日何だったっけな、あ豆腐ですね、豆腐とキムチみたいな、そういうあの低カロリーのねものを食べました。というわけでこう夜か昼か一食どちらかを置き換えるみたいな、そういうダイエットをしています。なんか皆さんの中でもこれダイエットにいいよみたいな、あんまりこう作ったりするの面倒なんで、出来合いのご飯というかね、そういったものがあればぜひ教えてください。ちょっとねさすがにダイエットしようと思って頑張ってるんですけども、毎日同じものだと飽きちゃうので、いろんなねダイエット食品というか、美味しいけどカロリー控えめみたいな、豆腐とかね白滝こんにゃくとか、そういったもので頑張っていきたいなというふうに思ってるので、良ければねいいダイエットグッズをあったら、あとダイエット方法もねあれば教えてください。前回のロコモコ丼作った時に玉ねぎでねめちゃめちゃ涙出てきて、コメント欄でブンブンチョッパーっていうね玉ねぎみじん切りするやつ便利ですよっていう風に言われて、僕ね買ったんですよ。ほらこれブンブンチョッパー、こうやってね
こう手動で引っ張ることでみじん切りしてくれるみたいなミキサーというのかな、なんかみじん切り専用機みたいなやつ、これ買いました。これねまだ使ってないんですよまだね料理する機会ないんで、今度また使う機会あれば動画撮ろうと思ってるんですけども、結構良さそう、なんかねあと面白そう、ちょっとおもちゃっぽい感じがねこれいいっすねしかもこう電気使わないから、まあ、丸洗いできたりするし、あ安かったです、本当に600円とかで買えたんで、ブンブンチョッパーねまだちょっと使ってないんでおすすめとは言えないんですけども、多分いい商品だと思います、評価も高かったんで、買いましたよっていうふうなご報告でした。なんか、ね、引き続きあのこういうふうなすごいいい調理グッズとかもあれば合わせて教えてください。でさっきダイエットの話したんですけども、僕一回ね昔高校時代かなダイエットしたことあるんですよ。その時は高校で部活入ったんですけども、3年生になって部活引退して、あこのままだったら太るなってなんかなんとなく思ったんですよね。でその時にあダイエットしようと思って、なんか僕その時はあのまあ大体同じなんですよね、夜あれスープ春雨100キロカロリーぐらいの、夜はあれしか食わないみたいなダイエットしたんですよね。あのその時めちゃめちゃできたんですよ、もうめちゃめちゃ体重減って、ダイエット余裕じゃねって思ったんですよ。ダイエットできない人って意志弱っと思ったんですよね。お腹は減るんですけども、お腹減るしお腹グーグー言うんですけども、お腹グーグーになるだけと思ったんですよ当時は。あとお腹減るとちょっとお腹がこうグーってなって痛くなる感じあるじゃないですか、あれだけと思ったんですよ。それを我慢するだけと思ってて、めちゃめちゃ当時はダイエットできたんですけども、なんか今できないですねなんでなのかな、あの時の意志力ちょっと、僕あの時なんかダイエットできないって言ってる人ちょっと信じられないなと思ったんですけども、あ今はできないんですよね今はちょっとね一食置き換えてやってるんですけど、それでもなかなか守れない日があったりとか、何なのかな、意志が弱くなってるのかな。高校の時の僕はねすごかったですね人間高校生とかの方がなんか目的意識があったら頑張れるかもしれないですね。僕それこそ、まあ、浪人したんですけどもね、大学受験で1回浪人時代とか僕1日10時間ぐらい勉強したんですよ。今思ったらね考えられないじゃないですか。でも当時ねめっちゃ簡単だと思ったんですよ。なんでかっていうと、朝3時間昼4時間夜3時間っていう風に、まあ3部門に分ければ3時間ぐらい集中できるかなっていうふうに思ったんですよ。なんであの図書館とかね、近所のカフェとか家とか場所変えながらこう勉強したんですけども、あ場所変えながら1箇所で3時間ってめっちゃ余裕じゃんっていうふうに思って、1日9時間は全然余裕だと思ってたんですよ。であとはまあ昼4時間頑張れれば10時間みたいな感じで、えめっちゃ余裕じゃんと思ってたんですけど、今はねそんな勉強できないし、何だったのかな、あの高校時代の僕はね多分強かったですあの意志力今でも持ってたら僕ね多分ここいないっすねなんかあの六本木のタワマンとかに住めてるような気もしますはい食べました、ごちそうさまでした、めっちゃ美味しかったです。このパスタに最後ちょっと具がねこう余るんですよ。具が結構いっぱい入ってるソースなんで、この最後具のねサバがいっぱい入ったところパクパク食べるのがねめちゃめちゃ幸せですというわけでごちそうさまでした。今回はねこのトマトソースとサバを使ったパスタソースを作って、サクッとねパスタ作って食べてみました。あの前回ね僕この間メインチャンネルで、YouTube ライブやったんですよ。でそのライブであのスパチャもらってね600円ぐらいかな、あのサブチャンネルの豚肉代にしてくださいっていう風な、スパチャがあったんで、次は豚肉料理でも作ってみようかなっていう風に思います。次は、豚肉料理っていうテーマでねやってみようかなと思います。というわけで今日は美味しくパスタいただきました。今日もね見ていただいてありがとうございます。またね次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後までご覧いただいてありがとうございます。よいしょ。